本当に出ていくんだね。ああ。どうして？私はおじさんと一緒にいる方を選んだのに。お前も来年は高校生、次の年には大地や浩二も中学を卒業する。もう大人の世話になる年でもないだろう。それにお前のために出ていくわけじゃない。俺もガキの世話に飽きていたところなんだ。嘘。そんなの嘘よ。嘘じゃない。俺は俺のためにここを出るんだ。お前の芸能界入りは関係ない。それだけじゃないことは分かってる。いくらおじさんが嘘ついたって分かってるんだから。お金なんでしょう。パク社長がおじさんがここからいなくなることを条件に援助するって言ってきたんでしょう。ごめん、おじさんが気を使って嘘ついてくれてたのは分かってる。でも私には嘘ついてほしくなかったから。大地がな、高校に行かないで働くと言うんだ。え？大地だけじゃない、綾子も浩二も。最近じゃ四郎までがそんなことを言い出してる。あいつらは自分が犠牲になってでもこの朝顔を守って、お前が成功して戻ってくる日を待つと言っている。私の帰りを？ああ、お前はあいつらの希望の星なんだ。お前が歌手として成功し、またこの場所に戻ってくることがあいつらの望んでいる幸せだ。みんな。だがあいつらは犠牲を払うには幼すぎる。金がないという理由だけで自分の可能性を潰すような生き方を選ばせるわけにはいかない。でもきっとみんなはそれでもおじさんと暮らしたいんだよ。私もそうだから。ありがとうな。でもここが潮時だ。俺らにだっていつの日か離れ離れになる日が来るんだからな。だから俺はここを去る。お前や朝顔のみんなのことを愛しているから。おじさん。
許してくれんね。は？ちょっとちょっと、ちょっと待たんか、なんか待って死んでもらうばい。相手するしかない。Yeah!
キバイ。最近筋トレしよっちゃって、とりあえずあんた殴っとこうかいね。この野郎、ちょっと何逃げようとか。ああ、俺がせがらしかってや、ムカつくったいこの野郎。Yeah!
おい、うんちゃん。わしらタクシーの芸者を頼んだもんやけど。はい、お待ちしておりました。長洲タクシーです。そんなんはええから早乗せんかい。すいません、どうぞ。博多駅まで大至急頼むわ。了解しました。しかし、えらいことなりよったで。本部の使いで福岡までやってきて、せっかくやから長洲街で遊ぼう思とったのに、とんぼ返りやないか。ほんまにただの事故やったんですかね。さあなあ。おい、もっと飛ばさんかい。わかりました。頼んだで。ほんま、お客さん、そんなに急いで何かあったんですか。ちょっとうちの偉いさんが事故で亡くなってしまってな。それで通夜のために大阪戻るんや。ひょっとして新聞に載ってた名古屋の件ですか。せや。なんや、うちだけやのうて。搭乗会の人間も事故ったらしいが。え、搭乗会もってどういうことですか。新聞にはそこまで書いてへんかったんか。名古屋の交通事故2件あったね。同じ日にうちの偉いさんとは別の場所でもう1件搭乗会の人間が死んだ事故があったっちゅう話や。ほんま偶然にしちゃできすぎですわ。7代目も早う跡目を示してくれたらええのに。もうそれも無理なんとっちゃいます。末期がんなんでしょ。ここんとこずっと面会者ですや聞きましたし。このまま7代目が亡くなるようなことになれば面倒なことになるで。跡目めぐって組み割った内部構想ですか。アホ、そんなんしたら向こうの思うつぼやないけ。跡目不在の場合、直参団体組長全員の総意で8代目が決まることになる。とどのつまり、
派閥が大きい方が後目や。派閥いうと渡瀬組と大阪工業高知組の三大派閥ですか。せや、本家の若頭の渡瀬は今じゃ一番の武闘派で、島の広さ、参加組織の数では近江最大じゃ。一方、蒼天堀を仕切る本部長が莫大な上がりで全体への影響力も大きい。高知の親分がのうなった今、どっちに転んでもおかしないで。その亡くなられた方ってのも大した方だったんですか。ああ、高知の親分か。一応若頭補佐ってことやったけど、正直あんま目立つお人やなかったな。どないなわけか、七代目からは目かけてもらってたさかい、誰も文句言われへんかったけどな。ある意味高知さんが後目ついでくれてたら、波風立たずに済んでたかもしれへんな。そうですか。これから直参組長の票を集めるために相当な金が動くっちゅうわけですか。金だけで済めばええけどな。近江のトップに立つっちゅうことは、日本の極道のトップに立つっちゅうことでもある。そのためには金だけやない、後目にふさわしい功績もあげんとあかんやろ。功績？何です？例えば登場会の大物を取るとかやな。ああ、それって六代目の堂島とか大幹部の真島の首っちゅうことですか。確かに備えなことできたら、近江の力は決定的なもんになる。トップに立つ資格も十分ですわ。まあ、例えばの話や。本気にすんなよ。そういえば、東上会の会長さんがこの福岡で行方不明になったらしいですよ。何やと？それほんまか？ええ、昨日あたりから東上会の方が必死になって探し回ってます。そうなんかい。ほな、わしの推測もあながち外れてへんかもな。ちゅうことは渡瀬組か大阪工業あたりが堂島を拉致したってことですか。可能性あるやろな。まあ、そない過激なことしでかすんは渡瀬組の方やろうが。まあ、何にせよわしらのようなただの兵隊には迷惑なだけの話や。ほんまですな。早くおたごたが収まればええんですが。おい、まだつかんのかい。もうすぐです。少々お待ちください。ちんたら走り寄ってからに。登場会、それに大吾、俺にはもう関係のない話だ。
て。このままじゃまずい。やるじゃねえか。やるな。行かせてもらうぜ。何？いいレースだったぜ。何？
到着しました。すみませんでした。すみませんでした。
うわ、すみませんでした。すみませんでした。到着しました。絶対逃げ切ってやる。
はい。悪いけど踏み台になってもらいますよ。タクドラにしてはやるじゃん。やるな。お先に失礼。なんじゃ。楽しくドライブと行こうぜ。ガンガン飛ばすぜ。
タクドラにしてはやるじゃん。何お先に失礼。なんじゃ。いいレースだったぜ。なんじゃ。ねえ、はい、はい。